こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回はサスクワッチファブリックス 21SS のアイテムをご紹介したいと思います。それでは着用からいっています。はい、こちら眉毛ネックロングスリーブシャツ着用していました。サイズが L となっております。全体がこんな感じになってます。はい、でこちらはサイズが L でお色がネイビーで、僕の身長が 170cm、 体重 55kg でこのようなサイズ感となっております。で今回のサスクワッチのテーマがキチンプイプイというテーマになっていて、まあそれはコロナウイルスから魔除けするような意味が込められていて、なんでこのシャツもこちらの柄なんですけど、こちらの柄はこのように宗教的な魔除けの意味が込められております。でなんかこちら仏教で三大師が鬼に変身して魔除けをしたという伝説をグラフィックに起こして総柄でデザインしている感じになっております。で形なんですけど、このようにネックの部分が変わっていて、一応シャツなんですけど、こちらノーカラーのシャツになっています。なんでこの下に T シャツとか着てもらってもいいですし、モックネックとかも着ていただいたら合わせれるんじゃないかなと思います。なんでシャツなんですけど、ジャケット感覚でも羽織として使っていただけると思います。で生地もこのように SS っぽい薄手の生地になっているので、すごい着回しのしやすいようなシャツになっています。でこちらお値段なんですけど、お値段が 26,000円プラスタックスとなっております。はい、こちら魔除けレースラペルジャケットと、こちら魔除けレースストレートパンツ着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらジャケットのサイズとパンツのサイズ両方とも M で、お色がブラウンとなっております。でまずジャケットから紹介するんですけど、まずサイズ感はこちらのジャケット結構ジャストサイズの作りになっていて、僕の体型で着ても肩とかぴったしですし、アームホールも結構細めに作られているサイズ感になってます。で前締めてみるとこんな感じで、結構すっきりとしたシルエットになっていると思います。で細かいディテールなんですけど、こちら実は裏地がこのように、表地がレースになっていて、裏地がさっき紹介した魔除けのシャツと同じ生地でこのように使われています。でその上からレースでデザインをあしらったような感じのジャケットになってます。まあこちらもテーマ性としては、先ほどの魔除けという名前にもあると思うんですけど、こちら宗教からインスピレーションを受けた魔除けのデザインとなっております。で実はこちらのボタンなんですけど、ボタンの縫い方がこのように近くで見たら分かると思うんですけど、五芒星になっていて、こちらも魔除けのデザインが組み込まれているようなボタンになっています。で続いてこちらのパンツなんですけど、パンツもこちらのジャケットと同じようなデザインになっていて、このように裏地がシャツにも使われている魔除けの鬼の柄が総柄でプリントされたシャツの上にレースでこのようにレースでこのような感じにデザインされております。でまあ裾が少しこのように裏地が若干見えるところがいいポイントかなと思います。でサイズ感なんですけど、パンツに関しても結構ジャストサイズな作りになっていて、まあ今ベルトしてないんですけど、ベルトしてなくてもウエストは本当ジャストサイズって感じですね。でシルエットもこのように細めのストレートパンツになっているので、今ヒールブーツで合わせてるんですけど、ブーツとかヒールブーツに合わせてもらうとかっこいいんじゃないかなと思います。
でお値段なんですけど、こちらのジャケットが7万円プラスタックスで、パンツが4万5000円プラスタックスとなっております。でサイズは M でお色がブラウンです。はい、こちらテープエンブロイダリーカーフジャケット着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらサイズが M となっております。でまずシルエットなんですけど、まあ、一見してわかると思うんですけど、すごいワイドなシルエットに仕上がっていて、着丈も結構長めで、身幅もこのような感じに広めに作られております。でそれ丈とかも結構僕が着るとこんな感じに M なんですけど、結構大きめな作りになっていると思います。でまあカンフージャケットということなんですけど、このような感じに解禁シャツのように着ていただけるようになってます。で生地感が結構このようにイタリア製のリネンを使った生地になっていて、伸縮性もすごいあるんで、まあ、インナーでも全然いいんですけど、羽織として使っていただくこともできるような生地感だと思います。でデザインなんですけど、こちらなんといっても立体感のある刺繍が特徴となっております。でこちらの刺繍なんですけど、このように、まあ、テープみたいな感じに付けられていて、ボリューム感のあるような作りに仕上がっております。なんで一目見てもすごい存在感のあるようなフロント部分になってます。で他の刺繍じゃないところの生地はこのようにストライプの生地になっていて、こちらも光に当たったり角度によったらすごい見え方が変わるような生地になっているのも特徴の一つだと思います。でこちらのお値段なんですけど、お値段が5万円プラスタックスとなっております。でサイズが M となっております。はい、以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。